こんにちは。こんにちは。さあ、本日も、はい、プロ野球チップストークやっていきたいと思います。はい、行きます。もう3回目ぐらい、はい、そうですね。はい、もう、はい、田中さん、はい、この箱の中に入ってますね。箱だけじゃなくて、はい、食べながらやりたいよね。そうですね、はい、そうね。確かにコメントで、あのポテトチップスどこ行ったんだみたいな、はい、なんかあったんで。ちゃんと食べ食いやがったな。ちゃんと、もう、ないですから、ね、あれも、まあ、金がかかってんだよ、お前。そうなんですよ。中身だけ残しやがって。本当そうですよね。じゃあ、行くぞ。お願いします。黄金の左手で、あ、そうです。ちょっと当てつけ弱いなこの箱は。さあ、これは来た。はい、さあ、ありがとうございます。いや、ドキドキだな。ドキドキですね。いや、この瞬間が一番楽しいですからね。おー、おー、いい、いい、これいいわ、これいいわ。あー、いや、いいな。じゃあ、金魚の糞みたいについてきたの。お願いします。これ、わかんない。じゃあ、うん、これは語れないはい、今この2枚です。2枚です。お前なんかこう上がわざとらしい。おっ、さあ、来ました。田中さんすげえわ、やっぱ。本日、西武ライオンズ浅村選手。おい、はい、今楽天だからね。すいません。あー、やっちゃったな。これはやっちゃった。はい、でもこれ、今回は、西武、まあ、この時はね、西武時代の浅村選手ですけども、はいはい、ね、来シーズンから楽天ということで、はい、はい、頑張ってください。はい、はい、もう一人、まあ、よかったんですよ、今回、はい、落選してしまった選手なんですけども、はい、オリックスバファローズ、はい、吉田正尚選手ですね。いやー、これどっち来てもね、これさ、はい、袋に入れるときにさ、考えてないのかね。どうやって入れてるんですかね。この2枚普通揃わないですよね。いや、確かにちょっとバランスをね、考えるとかあるんですかね。これはもうパ・リーグを代表するお前、右左のバッターだから。これなんかサイン入りなんですよね、カードが。うーん、なんかもうレアじゃない。やっぱレアカードは、レアカード的なキラキラしてるんで。そうですよ。なんかセーブが多いな。なんか最近セーブが、ね、はい、縁がありますね、ほんと。いや、浅村はさ、はい、MVP 取れなかったでしょ、うん、山川に持っていかれたし、ね、俺は浅村が持っていくと思ってた。なぜかというと、山川確かにすごい。で、タイトルもホームランを取った、はい、ね、浅村は打点を、はい、で、浅村がいたから山川が育ったわけで、最初のうちは少し頼りない4番だったわけやね、はい、でも浅村がしっかりしてる、浅村の背中を追っかけて山川があれだけの成績を収められたという、うん、で、キャプテンだったでしょ。そうですね。だからそれを考えたら、うん、俺、貢献度っていうの、目に見えない貢献度って、はい、浅村がやっぱナンバーワンだと思うんですね。確かに。だから山川の MVP にケチつけてるわけじゃなくて、はい、そう、浅村の存在があったから山川があれだけ成長したと、うん、で、やっぱりね、頭がいい。おお、あ、このピッチャーだったら攻め方によって右に行くとか、うん、だからそこがしっかりできる選手だね。うん、やっぱ思い切りがいいわ。なるほど。あ、これはね、野球選手として見習う点が多い、うん、打席では。だけど、あれ、あら、あらここでも発動するんですよ、ちゃんと。アメとムチがやった。守備があかん。うまい下手とかじゃなくて、守ってる時にさ、ファール行く、はい、このまま、はい、目だけでちょっと動くとかあるやん、はいはい、この時があるんだ。あ、ずっと、はい、これはね、やっぱり直さないやん。あ、うん、同じセカンドとしてもそうか、やっぱりね、内野手だし、内野手だしね、はい、うん、やっぱり一流だよ、バッティングに関しては、うん、でも、膝に手を置く、ずっと、はい、これをやめたら守備も全て良くなる。おお、だからもったいない。ああ、あとは人間的には悪くないし、うう、あ、いや、すごくいいやつだ。結構お話する、するする、へえ、後輩の面倒も見もいいし、うん、親分肌だし、うん、だからすごくいい選手、性格が、はい、うん、だから大好きな選手なんだけどさ、はい、なんか若い頃にさ出てきたんだよね、ショートで、はいはい、で、バッティングとか見てて、まあ、守備も軽快だったし、はい、この選手はいい選手になるなと思ってて、はい、でそれをテレビで言ったの、はい、いや、この選手は魅力的だわって言って、それを見ててさ、はい、すごく喜んでくれた、はい、そういうのがでも最近では、はい、膝に手を置くから、はい、それやめろだからそこさえなくなったら、はい、素晴らしい選手だよ。おー、で、楽天行くでしょ、はい、
やっぱこう見本にならなきゃいけない選手の一人だから、うん、そうですね、ね、まあ、そこら辺あの楽天行ったらね、はい、気を抜かないように、うん、そうですね、ね、気を抜かなかったら安定して3割30本100打点の成績が残せる選手だ、ね、期待しましょう、はい、ね、以上です、はい、しましょう、はい。